存在をどう感じ、どう意識し走るかです。キリ準決勝に向けて桐生のスタートは、あ、いいですよ。いいスタートを切りました。ウサインボルトは慎重なスタートからここから上がっていく。バレーンのフィッシャーがリードしている。ウサインボルト軽く流して1着フィニッシュ。桐生は4着か。ウサインボルト続いてフィッシャー。ボルトは周りを見ながら最後に抜くだけ。桐生選手は上体を立てた時に立ちすぎましたね。男子の 400m リレーの時間がやってきました。さあそして日本の登場です。オリンピックの決勝の舞台は5大会連続7回目北京オリンピックの銅以来のメダルを目指します。1走が山縣、そして2走に飯塚、3走に桐生、そしてアンカーケンブリッジ、はい、もう今この4人のこの並びがベストでしょうか。そうですね、日本は5レーン、ジャマイカ4レーン、アメリカ3レーン。いいスタートを切りました。いいスタートだ。まずこの山形のところで先行したい。ジャマイカのパウエル、山形の方がいい、山形の方がいい。さあそしてこの2走のつなぎは、2走のつなぎはちょっと遠かったか、ちょっと詰まったか、ちょっと詰まったか。さあポイントは飯塚だ、ポイントは飯塚だ。ここで日本がどうか。ジャマイカがブレイク飛ばしてきた。そして3走桐生だ。桐生のところで先行したい。内側からジャマイカも来た、アメリカも来た。さあ日本に1だ、日本に1だ。アンカーチームだった。日本が全体第2、日本全体第2、アメリカよりも前だ。ポルトガルか、ポルトガルか。日本、日本が2位だ。日本銀メダル。すごい。37秒2ならジャマイカ、そして2位は日本。37秒6。日本男子 400m リレー史上最高の銀メダル獲得。さあもう一度別の角度からの映像でご覧いただきましょう、はい、パウエル選手もですね、すごくいいダッシュだったんですけど、山形君がですね本当に素晴らしい走り。ここは少し遠かったんですけど、なんとかこれはね、飯塚君は本当にうまかったですね、はい、そして後ろからブレイクが来る圧力の中、バトンをしっかりと切り替えたしました、はいはい、気力はやはりですね、重圧から解けると早いですね。そしてアンカーへ、アメリカが確かにここで少しもたつきました、はい、でここで張選手とかダグラス選手が来るんですが、はい、全く力まず、ゴールをまっしぐら、日本の男子 400m リレーチームが史上最高の銀メダルを取りました。今日は日本にとっては、日本の陸上界にとっては本当にメモリアルな日になりました。